高野律夫は日本の政治家、東京都府中市長、元府中市議会議員、東京都府中市南町に生まれる。父は府中市議会議長を務めた高野真嗣。府中市立住吉小学校、府中市立府中第三中学校、立教高等学校卒業。1980年4月、立教大学経済学部に進学。大学時代は、 体育会ラグビー部で首相を務めた。1984年3月、同大学卒業。同年4月、株式会社レナウンに就職。1991年、府中市内の幼稚園に就職する。1998年、難病指定されている拡張型心筋症にかかった、高校生を救う会の代表となる。1999年4月、 府中市議会議員選挙に出馬して初当選。以降、2011年4月まで同市議を3期にわたり、務める。2012年1月22日施行の府中市長選挙に無所属で出馬し、自由民主党、公明党、社会民主党の3党が推薦して初当選。投票率は30.09%。同年2月10日、市長に就任。 2016年1月31日執行の府中市長選挙に自由民主党、公明党、民主党、社会民主党の推薦を受けて立候補。日本共産党推薦の新人を破り再選。投票率は32.79%。2020年1月26日執行の府中市長選挙に自由民主党、公明党、 社会民主党、都民ファーストの会の推薦を受けて、立候補。元市議会議員の目黒茂芸を破り参戦。投票率31.92%。関係者の逮捕2020年6月2日、府中市発注の工事2件で最低制限価格の情報を漏えいする、管制談合があったとして、警視庁は、市都市整備部参事で、元都部長の A を、 関西団合防止法違反容疑で逮捕、市役所本庁舎と第二庁舎、市議会庁舎などに家宅捜索が入った。府中市議会議員の村木茂と薄井勝子と武も業者に情報を伝えたとするこう、契約関係強売入札妨害容疑で逮捕された。また逮捕された2名の市議は他の市幹部にも情報を必要に要求したが断られていたことが判明した。 工事を落札した土木工事業 F 社及び愛社、市議からの情報漏洩を仲介した造園業 T 社の3社の社長も同容疑で逮捕された。村木は2020年1月26日の市長選挙で高野市長の選挙対策本部長を務めていた。また宇水は市議会建設環境委員長を経て2019年度は自由民主党市政会会長であった。 事件の経緯 A は、都市整備部長だった2019年8月、東京オリンピックのロードレース会場となる、浅間町一丁目地内道路新設工事と、玉川沿いの公園、四谷桜公園拡張整備工事の指名競争入札にあたり、最低制限価格は、公園拡張工事が1億1、220万4、71円、道路新設工事が5、454万8、 952円で、アルとの情報を村木と薄井に漏らし、村木は F 社に、薄井は T 社を通じて、I 社に価格の情報を伝えたとされる。2019年8月28日、公園整備工事の公募型指名競争入札が行われるが、落札価格と市の設けた最低制限価格の差が9円しかなかった。同年9月11日に行われた、 道路拡幅工事の入札では落札価格と最低制限価格が1円単位までぴったり一致した。このため不自然だとして市が内部調査を始めようとしたところ同年9月20日に映画副市長に材料費の高騰などで入札が不調に終わることが多く今回は順調に進めたかったと述べて不正行為を認めた。このため市は市は同年10月に 警視庁に相談した。A は2020年3月末日付の退職願いを提出したが、市は警視庁に相談していたことから退職願いを保留し、翌2020年4月に A を都市整備部参事に移動させていた。市長は記者会見で A についておとなしい性格で部下にも信頼されていたと述べている。なお愛車は年月に実施された。 同じ公園の整備工事の指名競争入札でも、最低制限価格を470円上回る8、599万8、800円で落札していた。当時 A は都市整備部次長兼土木課長であった。市長の対応高野は、同6月2日に、記者会見を開いて謝罪した。記者会見においては、AA が市議や業者から金品を受け取った事実はないと、 聞いていると述べており、A の処分については捜査と起訴、裁判での判決などを踏まえて決定したいとしている。高野は、非常に残念で遺憾に思う。これを機に姿勢を立て直さないといけない、責任は私にもあると話し、自身と副市長の給料減額を検討していると述べた。また、市議2名の逮捕については、議員活動の中で強制を歪めることがあったのは、 極めて残念だと述べた。また、同日、自身のツイッターでお詫びの投稿をした。しかし、完成談合の事実を知ってから、市職員が逮捕されるまでの、約8ヶ月間、沈黙していた理由についてはコメントしていない。また、完成談合に、村木が関与していたことを知りつつ村木に、 自身の市長選挙の選対本部長を務めさせたことについて捜査中で明確になっていない状況であったからお願いしたと同日の記者会見で説明した。ありがとうございます。